ラッキーボーイ、皆さんこんにちは、2センチです。本日からね、新シリーズ新シリーズ、私まあいろいろ過去にサイコボーイとかロングボーイとかハゲ回避とかやってきたんですけど、同じ制作者さんが作られたラッキーボーイ、こちらの方ね遊んでいきたいと思います。早速スタートをやっていきましょう。ラッキードリンク、あーはい、許可します。こっちは許可しないこの子ね、サイコボーイとかその他の作品にね出てたんだよね、勇者役として。お金入れてんね。あれ、なんかお釣りのとこに10円入ってるよ。お釣りのとこに10円入ってない、これ。これ10円、これラッキーってこと。あ、タップして、あ、10円入ってたっけ、ラッキーみたいな、そういうことかな可愛いなこの子、この音楽いいね。スタート。あと10円足りない。あー、ラッキー、そういうことね。そっか、私ないな、お釣り。お釣りをそもそも漁ったことがないけど、あ、でもね、一度だけゲーセンで1000円両替した時に、もうすでにね100円入ってたことはあります。いただいちゃいましたこれ秘密でお願いします普通に動画としてアップするけど。まあ、シールはいつも通り四角形のやつかな。あー、そうだね、同じような感じだね。じゃあ2番、雨時々愛愛傘。なんか可愛い女の子が2人いるねラッキーボーイくんさ、すでに喜んでない？なんか楽しそうだな毎日。あ、傘ゲット、これで帰ればいいんじゃない。スタートあ、私たちも入れてってこと。え、優しい、ナチュラルに入れてあげるの優しい。お前モテるだろう。あ、これラッキーなの？あ、両手に花でラッキーだなみたいな、そういうこと？なるほどね。すでにスキップするの何？これで帰りな。あ、帰っちゃったおいおい、傘あんだから使え使え使え。あー、土砂降りの中でもあんな笑顔でいられんのいいな。あ、あー、かわいそう。え、これ私が悪いの、もしかしてアンラッキーこんな紫にしなくても。ちょっと一回ステージ戻っていい？あー、ラッキーラッキーラッキー。あ、待って、これさ、もしかしてシール何枚集めたかとかわかんないのか。厳しい手厳しい、ブルックになっちゃいました。多分まだねやってないのあるのよ。このままスタートしてなくないね。この子たちも困ってんじゃん。この子たちは傘持ってきてないやつ。あ、でもこれダメか。これは多分、ステッカー。あ、入手してる。じゃあ一回ステージ戻っていい？これクリアしたかな？あ、4番！あ、ダメだ。ヒントは見ない。4番まだあるじゃん。うわ、難しい。このステージでってことだよね、多分。どうすればいいんだろう。あ、この傘をこっちに。あ、来た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 ！あ、あ、ごめん、これちっちゃい傘だから入れれないんだみたいな、そんな感じか。あ、これでも新しいシール手に入ったんで普通ラッキーでもアンラッキーでもないな。確かにそうだねこれでゲットしたよね多分。うわ、これ手厳しい。あ、ブルック出ちゃうなこれ。ゼリー争奪バトル。あー、イケメンくんとメガネくんいるね。まあ、イケメンくんではあるか。この肌黒い子、なんかサーフィン趣味でやってそう。偏見です。ゼリー争奪バトル。ああ、なるほど。こっちは、あ、何、あ、パシャって撮ったよ。え、なんか写真撮りまくってない？なんだなんだなんだ。え、何これ、タップしまくるとどうなんだ。あ、気づいた。あ、あー、そういうことね。僕も映っちゃおうみたいな感じでチョキ出しちゃうんだ。で、これでスタートをやるとどうなんだあ、勝った、やったー。このメガネくんのさ手の速さめっちゃウケんだけど。もう一回やろうかな。足ボッケー、よし、ラッキーだね。あ、そっか、そうだよ。もうあと何枚シール集められんのかなってめっちゃ確認しちゃうんだけど。え、まだだよね絶対。え、なんか固まったんだけど。あ、びっくりした。だよね。
まだだよね。オッケーオッケーオッケー、やろう。ここのパー、あ、このままスタートしてみようか。多分パー出すんじゃないかな。あー負けちゃった、ゼリーが。アンラッキー。これで終わりだと思うんだよね。他になんか集める要素あったかな。いやー、これで最後だと思いたい。4番トイレの神様。あー、お腹痛いのか。でも全部埋まってんの、こいつら。これ学生じゃないだろ、入ってる人。ねえ、おじさんっぽくない？なんかコンコン、まだ入ってんだよみたいな。あー、かわいそう。まあでも仕方ないよね。仕方ない。なんかさ、なんか入ってる人がおじさんすぎるんだよな。教職員用トイレ使えよ。ここはダメ？あ、ダメか。あー、これ多分同じエンドかな。3番目は、3番目も多分同じだろうね。でもね、あ、これこういう時この写真を。意味なかった。あ、なんか入ってるぞ。あ、ティッシュ。あ、上からトイレットペーパーを入れてあげる。いや、いらねえよみたいな。でも最後の人か、もしかして。あー、やった、トイレットペーパーがなかったんだ。早く出てこい。ありがとうはどうした。うわ、こいつら腹立つわ。教職員用のトイレ使ってほしいわ。これ学生用でしょ絶対。それともラッキーボーイくんが教職員用入っちゃったの。あれ、白くなっていってるよ。あ、トイレがな、あ、トイレットペーパーがないのか。あー、トイレットペーパーがないのか。あ、オッケー、シム。おい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 。あ、来た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 。これ使いな、使いな。あれあれ、あ、ほら使いな。よし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 。あー、よかった。気持ちよく全部出たかな。あー、すっきりしてる。よかったね。もうめちゃくちゃ腹痛い時さ、嫌だよね、トイレ埋まってたら。ステージ行こうかな、じゃあ。イエーイ、ラッキー。じゃあちょっと次行こっかな。シリルも見てもいいんだけど、先にちょっと5番やろっかな。ゲームおねだり。あ、お母さんか。黄色い服着てるもんね。これ欲しいって。ママママ、これ3万円だけどお得だから。あ、普通にダメって言われちゃうんだ。しつこいぞ。これ何回もやるの良かったりするよね。あ、泣いてる、ラッキーくん泣いてる。もうどうしても買ってほしいの。まあ小学5年生だっけ。うん、ロングボーイくんとかそこら辺とあれ同じだもんね、確か学年。多分だよ。一回ステージ戻って、あ、じゃあもう一回やっていこうかな。これ何、あ、やったな。いや、でもさ、いや確かにこれはラッキーくんも悪いけど、こんなさ崩れやすい置き方するのも良くないよね。このお姉さん、あ、ダメだ。あ、なんかさ上の赤いやつ、これちぎりそうじゃん。来た、なんだこれ。あ、ピンポンポンポン、なんでしょう。あ、来てくださいみたいなこと、お呼ばれしましたね。あ、イケメンが、なんでなんでなんで。お前、あ、ダメだ。いや、今のままでも十分可愛らしいよね、お母さん。ママこれ買って。あ、4万円が3万円なんですよって。じゃあ買います。いや、これはさ、イケメン店員にお前俺行った方がいいぞ。イケメンパワーだからね、これ。ラッキー。あ、これ多分クリアしたんじゃないかな。シール多分これ以上手に入んないと思う。あ、めちゃくちゃ面白い。あ、最後にね、してますよ、レビューは。じゃあちょっと、15番。え、せめてさ、ステージどこで、どこのステージで手に入るとか教えてほしいよね。これちょっと厳しいね。じゃあ次もやろっかな。卵の中身は？やっていこう。卵、ん？なんかさ、生まれそうなんだけど、この卵。いっぱい卵手に入る。このさ、超でけえの入れようぜ。でけえの、あ、双子だ、超ラッキーじゃん。これ、ま、待って、初手ラッキー来たか。初手ラッキー来ちゃったわ。リトライ。じゃあこの割れそうな卵は、じゃん、あ、あー、もう最初からひび入っちゃってたから
強くやりすぎてベトベトになっちゃったのか。あー、それはアンラッキー。ね、茹でてるやつ気になる。あ、危ない。あ、あー、何してんの何してんのバカ野郎。アホ。バカ野郎だよ、お前、それは。でもあのゆで卵を救出するっていうエンドありそうだけどね。じゃあ普通の卵は、まあ普通に、これは普通かな多分。この普通っていうの面白いんだよな。黙ってる感じね。このさ、あ、待って待って、さ、埋まってるぞ。あ、これいいんじゃない。次行って、じゃあ7番、幸せの四つ葉探し。なんかさ、スルスル行ってね。あ、これ友達、なんか空いてるよ、虫かご。テントムシいるね。うわ、私テントムシ苦手なんだよな。あ、入れたよ。あ、テントムシ入ってたみたいなこと。あ、これ使ってさ、四つ葉のクローバー探しなよ。あったよ。待って、これ渡せばいいんじゃない。あれ、あ、来た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 。待って、一発目でラッキー開けちゃうの私すごくない。ラッキーガールってこと。ラッキーガール、ラッキーレディースってこと。 CM OK。まだね、あると思うんだよね。あ、ここら辺で探してみ、あー、ミミズ。あー、ミミズ苦手なんだ。サイコボーイはミミズ得意だったけどね、あいつはイカレ野郎だからな。じゃあステージ行って、ラッキー、どこだ、じゃん。あー、これは四つ葉のクローバーの方かな。これってさ、1ステージ4枚とかそういうのがあるのかな、もしかして。だと信じて、四つ葉のクローバーあと2枚あるってことなのかな。あ、ここら辺で探して、あ、三つ葉、あ、あ、また三つ葉。あ、これはエンドにはなんないのか。え、ダメなんだ。あ、おいおいおい、あの男の子帰っちゃってるしさ、ここまでして。あ、待って、シール一気に2枚ゲットしたよ。一回ステージ行ってみようかな。いちいちさ、ちょっとシール確認しなきゃいけないね。うん、オッケー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 。じゃあ次のステージ行こうかな。8番、雨上がりにご注意。そうだね、雨上がりってさ、この、あー、これ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 。全部濡れちゃうから。まあ、このまま行ってみる。あー、ポストがちょっと縦になってくれるかなと思ったけど、そんなことなかったね。じゃあ、おっと、どうすればいいんだろう。このポスト、あ、あ、靴ひもが、靴ひも結びな。よしよしよし。これラッキーじゃない？もしかして。ん？あ、100円もゲットしてラッキーじゃん。なんでそこに100円落ちてんだ。ラッキーラッキー。あ、これ一発でクリアしちゃうか。一発じゃなかったか。ラッキー。ちょっと一回シール見に行って、2枚しかなかったのかな、このステージは。うん。で、9番、モーニングッドな占い。さあどうだ。あ、獅子座なんだね、ラッキーボーイくん。黄色でいいね。7時、おお、モーニングと。次は星座占いです。まずは12位、獅子座。あ、待って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 、ここ変えない、変えないと変えないと。待って待って、まあこのまま一回スタートしてみてもいいか。何をしてもダメ。おいおい、落とすな、ソーセージ。ランチョンマットの上だからって言っても、落としてもいいとはなんないぞ。3秒ルールだぞ、落としたら。どうすればいいんだ。あ、え、あ、え、あ、終わんの早いわ。すぐテレビつけてくれたのになんで。いや、ごめんごめん。まず、獅子座を、この考えをなくしてスタートしてみる。あー、結局ショック受けちゃうんだね。獅子座っていう考えをなくしてもさらにダメなんだ。ここで獅子、あ、来た。あー、よかったよかったよかった。これで戻ればいいんじゃないか。でも12回やっぱ発表しちゃうかな。あー、来た、学校で人気者。よかったね。これ嬉しいね。でよくテロップ直せたね、テレビ番組も。すごっ。まあ、そういうのに突っ込んじゃいけないんだろうな。どうだろう。あ、いい感じじゃない？いい感じで埋まってるよね。28からこのラスト10番、今日はね10番までやろうと思います。漫画の続きが読みたい。
漫画2って野球漫画かな。あ、また、あ、静かにしてねって。この子たちいい子なんだよな。流行りの TikTok にハマってんのかな。まあ、とりあえず帰る。あ、ちょうど返してくれた。あ、返却口にあるじゃん。え、これま、待って、私天才すぎんか。一発目にラッキーをゲットする確率高すぎない？ラッキーガール、これなんだ。あ、読んだ。しかも痛いね。タンコブそんなできる？タンコブそんなできる？ちょっとリトライで、あ、これで取る。あ、2だけないよみたいな。で、そういうことか。これ多分ね、これでステッカー全部集まったと思うんだよね。一回ステージ戻ってみていい？わかんないけど、どうかな。いやー、どうなんだろう、どうなんだろう、どう思う？32番もステージ10の可能性あんのかな。まあそれは次回11番やってみたら分かることではあるか。あ、待って、あー、これで終わりか。うん、やっぱりなさそうだな。じゃあ一回ステージ戻りましょうか。うん、ちょっとね、分かりにくいしよ。かなり、もしかしたら前、かなり前に配信されたゲームなのかな。で、いろいろアップで繰り返してシール見やすくなったりとか、ミニゲーム入れたりとか、そういう感じになっていったんだろうね、きっと。うん、多分そうだと思います。まあでも十分ね、楽しいから全然 OK です。オール OK。 うん、分かんなくなったらヒント見るしねどうしても分かんなくなったらヒント見ようと思います。じゃあ今日はここまでにしておきましょうか。もうすごい面白いね、ラッキーボーイくん。うん、よし、じゃあ今日はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。さよなら、グッバイ。